ドゥカティの最新型バイクを使用するライダーがどれだけ優位なのかという議論は、ライキ・ドゥカティがフランチェスコ・バニアイアのチームメイトを誰にするか決めなければならなかった数ヶ月前よりは幾分少なくなったとはいえ、まだ続いている。エネア・バスティアニーニが今季の序盤は不調だったため、プラマックのホルゲ・マルティンとグレシーニのマルク・マルケスがドゥカティのファクトリーチームにおける公認ライダーの主な候補となり、 最終的に争いを制したのは後者だった。ルカティによると、当時まだルカティで勝利していなかったマルケスを選んだ最も重要な理由の一つは、2023年型バイクで発揮したパフォーマンスだった。理論上、今年のバイクよりも昨年型は性能が劣るとされており、マルティンは最新型、マルケスは型落ちとなる2023年型のバイクを使っていたのだ。ルカティのエンジニアたちは、 2023年型バイクでの僕の進歩を見ていた、ファクトリー昇格が決まった直後、マルケスはそう語っていた。ルカティのゼネラルマネージャーであるジジ、ダッーニャによると、マルティンとマルケスのどちらを選ぶか、バランスを崩した要素は、僕がサーキットで見せたもの、つまり進歩や改善能力だった、ダッーニャ自身は、 今期のルカティデスモセリチ GP24 が全モデルよりも優れたマシンであることを認めているが、それを疑問視したり、相対化したりする人たちもいる。GP23 が少し弱かった部分を GP24 は確実に改善したとダ・リーニャは8月のイギリス GP で語った。ファクトリーのみんなは本当にいい仕事をしてくれた、ルカティの2台のバイクがこれまでに残した軌跡を詳細に調べ、 昨年の選手権と比較することは、ダ・リーニャのコメントを裏付けるだけでなく、実質的に論争に決着をつけることになる。今季グレシーニと VR46 の計4人のライダーが前年型の GP23 で戦っているが、そのうちマルケスただ1人が最新型の GP24 に対抗できている。2023年に使われていた、片落ちの GP22 と、 2024年の GP23 を比較すると、2024年におけるバイクの改善は、2022年から2023年にかけてよりもはるかに大きいことがわかる。昨年、片落ちの GP22 で選手権を戦った4人のライダーは、合計で4勝、ベッツェッキ3回、ファビオ・ディジャン・アントニオ1回、13回の表彰台、3回のゴールポジション、ルカ・マリーニ2回、 アレックス・マルケス1回、15回のフロントロースタートを獲得した。この年ドゥカティが上げた17勝のうち23.6%を占め、表彰台で言えば30.2%と割合が増える、ドゥカティの全表彰台43回のうち13回。さらに、4人のライダー全員が日曜日に表彰台に上り、全員が少なくとも1回はフロントローからスタートしたことも注目に値する。 一方で今季、前年型 GP23 に乗っているライダーの成績は相対的に下がっている。そしてその中で、マルク・マルケスだけがファクトリー勢に近い成績を残している。昨年仕様のバイクでの優勝は2回、アラゴンとミサノだけで、どちらもマルケスの手によるものだが、これはドゥカティの総勝利数、15勝の13.3%に当たる。 表彰台の数に関しては、ルカティがこれまでに獲得した48回のうち、GP23 のものはわずか10回、20.8%で、そのうち8回はマルケスによるものだ。今期は昨年以上にルカティが強さを発揮しているように思えるが、実際にはルカティが GP24 で大きく進歩し、マルケスが食らいついているというのが実情のようだ。